皆さんこんにちは。今回はFemora 12の新機能、調整レイヤーの使い方と活用テクニックをご紹介します。エフェクトや調整したカラーを下のトラックに反映できる調整レイヤー、うまく使うと編集を効率化したり、今までにできなかった表現を実現できます。動画のクオリティをワンランクアップさせるテクニックを3つご紹介するので、チャンネル登録と通知をオンにして、ぜひ最後までチェックしてくださいね。まだ Femora 12をゲットしていない方は、概要欄の URL から無料でダウンロードして体験してみてください。調整レイヤーの使い方。 Femora 12の新機能、調整レイヤーですが、使い方がわからないという方も多いのではないでしょうか。調整レイヤーはメディアパネルの調整レイヤープリセットのグループに収録されていて、通常の画像クリップと同じようにタイムラインに追加することができます。調整レイヤーは空のレイヤーで、これ自体には色もなく動画に何の影響も与えませんが、クリップを選択してカラーツールで色を調整したり、エフェクトを追加すると下のトラックに配置されているクリップにそのまま適用できます。色やエフェクトを追加した調整レイヤーはカスタムとして保存できます。ではどんなシーンで使えるか、活用テクニックを見ていきましょう。オリジナルカラーフィルター。調整レイヤーの最もポピュラーな使い方は色調整です。カラーツールやエフェクトを使ってオリジナルの色フィルターを作成しておけば、複数のクリップをつないで編集した動画にまとめて同じ色とエフェクトを反映させることができます。プリセットから 3D ラットを選択すれば、動画全体にラットを当てるのも簡単ですね。今回は調整レイヤーを使って誕生日パーティーの映像を温かくて柔らかいキラキラした雰囲気に演出してみましょう。動画クリップの上に調整レイヤーを追加したら、色タブに切り替えてカーブを使って色を作ってみます。輝度を表す Y のカーブで画面全体のコントラストを下げて柔らかい雰囲気にしてみます。カーブの上の方は明部、下の方は暗部を表していて、左上へ動かすと明るく、右下へ動かすと暗くなっていきます。この動画は影が強いので暗部を上げて和らげます。明部も一緒に強くなったので少し下げます。これで画面全体が柔らかい雰囲気になりました。明部と暗部を逆に振って S 字型にするとコントラストが強くなるので、動画の内容や演出意図に合わせて使い分けてみましょう。 RGB のカーブを使うと画面の明るさごとに色味を調整できるので、少しずつ暖色に振ってみると画面全体が温かい雰囲気になっていきます。調整前と比べると一目瞭然。お好みの色を作ってみてくださいね。さらに今回はパーティーの雰囲気を盛り上げるキラキラを追加してみましょう。エフェクト、ビデオエフェクト、スターバーストのグループからトゥインクルスター4と5を調整レイヤーに追加します。画面全体にキラキラが追加されました。エフェクトを追加すると編集パネルにエフェクトの項目が表示されるので、ここから個別に強さを調整しましょう。これでパーティーを盛り上げるオリジナルフィルターが完成です。一度作ったフィルターはカスタムとして保存して、右クリックで名前を変更しておくと便利ですね。カットによってはもう少し明るさを上げたかったり赤みを足したかったりするので、調整レイヤーを分割して個別に微調整するのも OK。 調整レイヤーなしで同じ表現を行う場合、複数のクリップに反映させるのが面倒だったり、トラックが増えてタイムラインがごちゃごちゃしてしまうので、効果を一つのクリップにまとめられる調整レイヤーは編集効率アップに役立ちます。ぜひ便利に活用してみてくださいね。画面の一部にエフェクトをかける。ここからは少し変わった使い方をご紹介します。調整レイヤーは編集パネルでサイズや位置、角度を変更できるので、通常は画面全体にしかかけることができないエフェクトの効果を画面の一部だけにとどめることができます。例えば追加するだけで
画面内の人物すべてに効果が適用される AI ポートレートも、調整レイヤーの位置を変えるだけで任意の人物だけに適用することができます。スケールのロックを外すと縦横比を個別に調整できるようになるので、狙った箇所だけにグリッチエフェクトを追加したり、動画を活かしたテキスト背景やあしらいを自作することもできます。画面デザインの一部としてエフェクトを適用した調整レイヤーを使ってみてはいかがでしょうか。調整レイヤーアニメーション、最後に調整レイヤーを使って動的な表現を追加するテクニックをご紹介します。ミュージックビデオやプロモーション映像を魅力的に演出できるので、ぜひ挑戦してみてください。まずはガラスを通して見ているような光の屈折の映像表現に挑戦してみます。動画クリップの上に調整レイヤーを重ねて、画面に対して斜めになるように大きさと角度を調整します。ここにエフェクト、ユーティリティのクロップを追加します。編集パネルで自動ズームをオンにして、上下左右のクロップ数値を少しずつ上げていくと、調整レイヤーが重なっている部分だけ画面が拡大されていきますね。この状態でキーフレームを使って調整レイヤーが画面を横切っていくような動きを設定します。さらにちらつきのグループにあるゴースティングを追加すると、プリズムのような表現にすることもできます。角度やキーフレームの速度を変更してランダムに配置すると、乱反射しているように見えます。また調整レイヤーにはトランジションを追加することもできます。例えば通常のクリップをトランジションワープズーム6でつないでおいて、上のトラックでは同じタイミングで調整レイヤーにシャッターズを重ねると、ワープしながら16分割の画面でバラバラ切り替わるオリジナルのトランジションを作成することができます。またトランジションはクリップ同士がつながっていなくても端に追加したまま移動や複製ができるので、元の動画に編集点がなくても好きなタイミングでシェイプアニメーションなどのモーション演出を簡単に追加できます。以上、フィモーラ12の新機能、調整レイヤーの使い方と活用テクニックをご紹介しました。エフェクトやトランジション、カラーツールと組み合わせて表現力を引き出す調整レイヤー、ぜひ使ってみてください。面白い使い方を見つけたらコメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。フィモーラチャンネルではフィモーラユーザーの皆さんからの質問を募集しています。お気軽に YouTube 動画のコメント欄や公式 SNS でご質問ください。この動画が役に立ったらチャンネル登録、グッドボタンをクリック、通知をオンにして最新情報もゲットしてくださいね。それでは次回もお楽しみに。